ちゃん、こんにちは。こんにちは。今日ですね、はい、検証していきたいと思います。はい。で、まあ、あんまり僕たちやらないですけど、はい、ピッチングでの、まあ、転がしの検証をちょっとしていきたいと思います。はい。で、ランと、まあ、キャリーとランの比率をね、どれくらいなのかと。5ヤードのキャリーを出すんだったら、うん、まあ、どれ15いけば3ってことですね。そう、3対1じゃないですか、はい、キャリーが1でランが3みたいな感じで、はい、ちょっとやっていこうかと思います。で、はい、ライがまあ平らなところから平らなグリーン、はい、で標準的な9フィート、まあ、今日の感じだと9フィートぐらいだね。そうですね、まあ、参考になるんじゃないかなと。で一応グリーンの、はい、このとここにボールティーでね置いてあるんですけど、これが15ヤードです、目安として。はい。まあ、大体あれぐらいだろうと、いうことだったんで、はい。まあ、あれ以上、そのグリーン出ちゃうぐらいまで行っちゃったら、もう、テンションなんないんで。ダメですけど。フリスか。まあ、でも多分5、まあ、3対1ぐらいなんじゃないかなと。まあ、そんな、なんかまあ、感じ的にもまあ、そんな感じですよね。はい。グリーンがめっちゃ速いとかじゃないんで、はい、で、めっちゃ遅でもないし、はい。で、ピッチングで転がすときって、まあ、こういうロケーションが多いんじゃないかなと。まあ確かに、まあなんか58度じゃ確かに止まっちゃいそうだなみたいな。58度じゃ結構キャリー突っ込まないといけないし。そうですよね。まあこういうところピッチングとかの方が、はい、まあ、走塁幅もあるしね、あやりやすいんじゃないかなと思うんで、はい、ちょっと今日は検証していきたいと思います。はい。じゃあこのエッジのちょっと先ぐらいが5ヤードなんで、はい、そうですね、5ヤードキャリーだから、まあ、じゃああのボールに寄せようとかじゃなくて、はいはいはい、5ヤードキャリーを打つだけだから、もうここにめがけて、そう、そこにめがけて、もう標準的に、なんかこう、スピン入れたりもしないし、強めに打ったりもしないし、ちょっとさらっとね、はい、5ヤード打つだけ。だけですね。ちょっとやっていきましょうか。わかりました。3球、4球ずつぐらい打ちましょうかね。はい、はい、お願いします。はい。まあ、比率はどれくらいなんだろうね。分かっとけばある程度ね、計算つくから。そうですよね。うん。5ヤードキャリー。おお、結果的にベタピンですね。結果的にベタピンでしたね。なんか、まあ、これ自分のためにものすごくなりますね。そうですね。ピンまでは20ヤードだね、あそこはね。そうですね。うん、落ちたとこから15ヤードね。いきます。おお、これも落ちましたね、ちゃんと。左行ったけど、まあまあまあ、でもうん、これちょっとオーバーするぐらいと、はい、まあ、17ヤード、8ヤード転がったかなって。うまいね、5ヤードを打つこと。してますね。ナイス。うん、僕小さい頃5ヤードからゴルフ覚えたんですよ。そういうことですか。1ヤードじゃないです。1ヤードじゃないですね。5ヤードから覚えたんだ。5ヤードから覚えたんですよ。でこれ5ヤード打つだけにこう集中すれば、はい、その先のこと気にしなくて済むから多少いいかもしれないですね。はい、確かにそうですね、うん、ピン見ないでね。そう思うとその計算簡単じゃない。そうですよね、なんかね、はい、新しい発見。簡単に思えてきましたね。発見ですよ、僕たちも。これが12フィートになってきた話は変わってきますよね。じゃあ最後お願いします。はい、いきます。うん、ナイス。ちょっと左入れたけど、まあまあ、ほぼ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 。じゃちょっと向こう見に行きましょうか、まちゃんね。はい。まあ15ヤード落ちたとこから15ヤードより手前に止まることはなかったですね。ああ、そうですね。ね、だから一番最低ラインが15ヤードだね。まあ、15ヤードですね、これね、はい、で奥、まあ、3歩2歩、あ、2歩か、ほぼ2歩だから17ヤード。間取ったらまあ16ぐらいですね、はい、だからまあ5キャリーが5ヤード、はい、でランが16ヤード、あー、まあ、まだ約1対3と。そうですね。そうなんだね。逆に1ヤードを、うん、まあ、これカップとするじゃないですか、うん、1ヤードオーバーで、うん、打ててたら最高だね。最高っすよね。最高だって、なんていうんですか、予選にも行ってるし、マチャほぼさ、サンドル打つじゃん、こういうの。ちょっとこう、これ感覚変わってくるんじゃないですか。これ、予選もいいし、うん、チップインも狙える、チップインも狙えるんで、ね、で、ピッチングで打つのは楽。今度からピッチングのまっちゃんって言われたいですね。転がしの松。いや、聞いたことあります。ピッチングの松。ちょっとカメラ交代して、はい、じゃあ僕もピッチングでね、はい、5ヤード打つことだけ集中してですね。集中して、その寄せるとかじゃなくてね、はい、そう、やっぱ人によってさ、強く
出たり、まあどっちかというとまちゃん柔らかめだし俺は強めだったりするから、人によって変わるかもしれないからね。あ、そうですね、うん、まあでも大ものすごい大きな差はないですね、ないとは思うんですけど、お願いします。いきます。うん、ちょっと手前で止まったね俺は。あれ話と違いますよ打ち合わせと違うっすね。打ち合わせ違いますね。5ヤードは鉄則手前め、あーこれ横ぐらいまで来ましたね。横ぐらいですね。はい、まあでも2球ともほぼ横っすね。そうですね。これさ、はい、さっきっていうかあの1ヤードのアプローチ僕ら動画でやってるじゃないですか、はい、振り幅がさ、そうですね、小さく済むからさ当てるの簡単だね。簡単っす、その当たるっす、当たりますね、はい、ちゃんとね、簡単に本当に5ヤードも簡単。手前で止まるな、俺の場合は。え打ち合わせと違うな。いやいや、とか言わないで。だって、ごめん、打ってるんだから、俺は。その、寄せるとかじゃないから。とかない、ないから。むしろ、多分俺の方がちゃんと5ヤード打ってるよ。ギリギリに落としてるから。うまい。おお、まあまあでもいい感じで、はい、平均的に平均すると15ヤードですね。そうですね。だから、まあ、2球オーバーの2球ショート。おお、2球ショートか。これ3度で打ったらさ4球ってこんなに寄んないよね多分。いや、これが倍ぐらい広がるっす。もうちょっと広がるよねぴったり来るのも多分あると思うんだけど、はい、どうこれ1ヤードオーバー、1ヤードオーバーと1ヤード手前ですね。1ヤード手前だ15、マッチは16ぐらいだって、うん、俺は15だから、はい、やっぱり1対3っすね。そういうことっすね。すごいっすね。僕のが1ヤード飛ばすのか。これちょっと急遽ですけどやっていいですか。ちょっと向こうから。あ、横ですか。はい、はい、車つっちゃうけどいいか1、2、3、4、5、10、11、12、14、15なんですよ。ピンまで15、ピンまで15、はい、で15だからまあ大体1対3だからこの辺だね。この辺に落とせばすぐ5ヤードのとこ落とすんですか。いや5ヤード、5ヤードまでキャリーさすと、はい、そこから15ヤード転がるから、ね、これ15だから10ヤードでいいから、まあ、この辺から4ヤード3ヤードキャリーさす、4ヤードで12転がって16ですね、うん、そうですね。それくらいだね。 4って何ヤードみたいなイメージはその辺だね。そこだけ打つことを意識して、はい、寄んなかったですね。うん、4、今ので4ヤードぐらいだね。うん、1球目ちょっと弱かったね。弱かったですね、うん。この比率をなんとなく分かればだいぶそのそう、まず数学練習しないといけない、計算の練習しないといけないんだ。和穂さん、はい、数学じゃなくて、うん、算数です。算数です。算数ですね。数学ではないです、ね、算数だったね。これとかも簡単だね。あ、車映っちゃった。車映っちゃった。車映っちゃった。車映っちゃったね。こうっすね。こうっすね。こうっすね。はい。今、奇跡的な配慮があったぞ、僕の。ああ、そういうことですね。はい。まあ、こうやってやってれば、計算つくと。大体。ね。まあ、そうっすよね。まあ、あとは、それ、結構短くなってきたら、うん、まあ、それ、球の勢いが変わってくるから、多少はあれですけど、だから20ヤード、20ヤードのアプローチはキャリー5ヤードでいいんだね。そうですね、うん、素晴らしいですね。これ、まあ、本当に、うん、まあ、練習して大体分かってれば、うん、無敵ですよね。グリーン周りから無敵、無敵ですよね。この計算がやっぱりうまいんじゃない、みんな大体あそこまでいって計算が、うん、だから、まあ、58度で打つ技術を磨いてもいいかもしれないけど、うん、ピッチングでそういう距離の技術というか、そうですね、そっちを磨いてもいいですね。磨いた方がアマチュアの人は優しいかもしれないですね。ああ、はい、なるほど、はい、まあ最高のマッチャのこのカメラアシストがあったせいで車映んなかったですね。いやいや、はい、まあでもプリウスとベゼルなんだけど、ね、いや言っちゃってるじゃん。でワンコさんあれピンクのプリウスでしたっけ。いや、ピンククラウン
ちょっと乗れないっすね。あれでマコさん朝、はい、おはようって言ってきたら、はい、あついに頭いかれたんだなって。俺も今敵にいましたよ。違うんですよ。それは俺がね、そうそうそう、俺が乗ってきたらね、そうそうそう、柄じゃないじゃないですか。たまにまっちゃんさ毒吐くからさ、俺が毒吐くのは結構みんな慣れてるんだけどさ、毒はああ、そうっすね。抹茶吐くからさ、ほんとにさ。たまにやるよね。あの、うん、たまにブレーキがかかない時あるんだよ。いや、やるよね、ほんとにね。たまにさ、やるからさ、ドキドキしてるよ、俺も。僕の方が、言った後にドキドキしてるんですか。まあ、そんな感じで、はい、ちょっとこのね、比率なんか検証してみたんで、また参考にしていただいてね。はい。もっといいスコアで上がれるように頑張りましょう。わかりました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。